はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気にサクサクやっていきましょうということで、アップデーが来ておりますので、アップデー解説いきたいと思います。30代後半40代の方も胸熱じゃないですかね。ルイコスタにネスター、とんでもなく胸熱のガチャが追加されております。見ていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、まずは CCT 来ております。いつものごとく月の中盤 CCT ということで、あーもうそろそろいい加減にいいよと本当に思っておりますが、あーまあやりますよという感じですね。はい、で今回ですね、監督が追加されております。こちらですね、アクエッティ監督が追加されております。ついに来たかカウンターということで、もう長らく続いたですねカウンター、まあ三次クリックだったりとか、マチョーニ監督、まあ非常に長かったと思います。ここに来てついに、カウンターの新監督が登場ということになっております。でこの監督のことを語る前にですね、ちょっと一つ注意点というか、ここです、ここ。はい、今回のボーナス付き監督のポチャッチーノの下見てください。カペール星5となっております。はい、カペール？ん？カペルロ監督？あれ？出てたっけというところですね、カペール監督。ということで、どういうことなのかなと思ってるんですが、これはどういうことなんでしょうか。アクエッティ監督ですね、見たところですね、まあもう実はもう獲得してます、アクエッティ監督で獲得してみたところ、アクエッティ監督に 20% のボーナスついてるんですよ。ほらこれ、この監督に 20% のボーナスがついてるんですね。ということはどういうことかというと、このお知らせに来ているカペール監督というのは間違いで、ここはですね、このアクエッティ監督が正しくなります。ただ運営さんがこの謎の間違いをしているということは、おそらくですね星5カペール監督が追加されるんでしょう。もしくは星5カペール監督が追加される予定だったところに、アクエッティ監督を急遽持ってきているということだと僕は思っています。はい、でなんでそんなことをしているのかということなんですけど、おそらく、まあ、ここから先は僕の予想になりますが、今回のこの新監督はですね、はい、シュートバフの星5監督でカウンター初実装になります。なので非常に強い監督なんですが、イタリアリーグスターズの選手を一人編成ごとにという、イタリアリーグスターズという、まあ、また新しい、染めが来ております。国染めが始まり、クラブ染め、まあ、クラブ染めが始まり、国染めが始まり、そしてついに、リーグ染めということで、まあ、要はこれセリエ A ですね、セリエ A のスターズの、染めが来ていると。なんか声が聞こえない、ごめんね。はい、ということで、まあ、今回新しく来ているこのイタリア、リーグスターズっていうところなんですけど、まあ、今回のですね、監督アクエッティ監督はですね、実は作るためには、中盤の OMF のこのトリックスターが必要なんですね。でこの中盤のトリックスターっていうのが、じゃあガチャで本来出てるだろうっていうところなんですけど、出てないんですよ。なんでこれ本当急遽差し替えたんじゃないかなって僕は思っています。はい、差し替えたのかどうなのかな、ちょっとよくわからない感じで、ここは予想になりますけど、 SWCC が来週開幕になります。でいつもの流れで言うと、今回のイタリアリーグスターズっていうのは、ほぼ間違いなく月末にですね追撃が来ます。でその追撃と同時にワールドツアーズが来ます。でワールドツアーズ、そうですね、ワールドツアーズが来て、そのワールドツアーズで、まあ、これもほぼ間違いなく同じくイタリアリーグの、新監督が登場となります。でそこがこのカペール監督なんじゃないかなと僕は予想してます。でってなってくると、今回追加のこのアクエッティ監督は、カペール監督までをつなぐ監督かなというふうに思っていて、で SWCC 前に、まあ、すごい強いカウンターを出してしまうと、つい最近中央突破ポチャッチーノを出したばかりなのに、速攻でそれを潰すということになりかねないので、
まあ、あえてここはアクエッティ監督で、まあ、実はアクエッティ監督強いんですけど、まあ、微妙なところがいっぱいあるんですね。なんで、まあ、今回の SWCC に関しては、まだカウンターの、まあ、政権は、まあ、超2と3次クリックのままで、行かせてですね、で月末に、新しくすごく強いカウンターのカペール監督、が出てくるという流れなんじゃないかなというのが僕の推測です。はい、っていうことを踏まえて、ここのカペール監督は、まあ、多分ギリギリまでというか途中までカペール監督出そうかどうしようかっていうところで、ただこの強いカペール出しちゃうと、バランスがみたいな、中央突破がみたいな、よくわからないですけど、いろいろありながら、無理やりここでアクエッティという監督を出してきたんじゃないかなっていうのが、まあ僕の予想ですね。はいはい、ということで、まあそれを踏まえてアクエッティ見ていきましょうか。まずは352ということで、まあ3バックに1ボランチということで、まあ、守備が少し不安なところがあるかなというふうに思います。はい、で中盤が結構厚めですね。で、得意レベルが6ということで、まあ、得意度ですね、戦術得意が6ということなので、まあこれで、まあ一般的な、今のレベル6に揃ったという感じですね。で、戦術指導レベル4ということで、まあ、カウンター初実装でございます。まあ、これで、各戦術レベル4が出揃ったということになるかなというふうに思います。で、まあ、レベル4なのでもちろんこれ極大アップということで、三次クリックや、魔鳥によりもこの戦術指導の、まあ、恩恵は強いというところがポイント、その代わりにですね、なんと監督アビリティ4つしかございません。消耗戦指導、それから名称のディフェンス対策指導ということで、まあ、中央突破と戦う時に得意戦術が、得意度がレベル6もしくはレベル5の相手と戦う時に中央突破のディフェンスの能力を特大アップするというのがこの名称のディフェンス対策指導で、サイドユーティリティのみということで、まあ、なんとですね、まあ、ディフェンス対策指導回レベル3回、オフェンス、対策指導レベル3回両方ないですということで、現状の流れで出てきているシュートバフ監督の中では最弱と言ってもいいのかなというふうな監督アビリティになっております。まあ、どうしてここまで落としてしまったのかなというところがすごく謎なところではありますが、まあそこは置いときましょうか。でもう一つ言わせてもらうと、オフェンスユーティリティもないんですね。オフェンスバリエーションもないんですね。オフェンスバリエーションもないので、まあ、なんとですね、デルピエロがトリックスターなのにもかかわらず、このデルピエロのトリックスターカウンターがですね、ここ当てはまるんですけど、まあ、サブ適正ポジションということでデルピエロの能力が大幅に落ちちゃうんですね。うん、なぜっていうところですね。だからこの OMF でカウンターでトリックスターでっていうなってくるとですね、もうチャルハノールとか、まあ、あんま強い選手いないですね。なので、まあ、持ってる方も少ないのかなというふうに思います。なので、まあ、現時点で強いこの、アクエッティを組むってことはかなり厳しいのかなというふうにも思いますね。なぜオフェンスバリエーションすらつけなかったか、まあ、もうこれ本当に謎ですね。もう意味がわからないですね、正直。サイドユーティリティつけるんだったらオフェンスバリエーションでよかったんじゃないか、だとしたら長くからやってるユーザーさん、オーナーさんは、デルピエロが使えたりとか、まあ、いろいろとやりようがあったんですけど、ガチ勢でやってる人でも、まあ、作るのが困難というところですし、作ったところで、まあ、ディフェンス強化指導回もないし、オフェンス強化指導回もないし、っていうところでかなり微妙です。で代わりにですね、このコンボ効果、これが究極に強いですね。シュート、パス、タックル、パスカット、スピード、これめちゃくちゃ強いです。シュートバフ監督が出てきて、まあ、やっぱりセービングに振られてたりとか、まあ、そういったところが多かった中で、しっかりとオフェンス2つ、ディフェンス2つ、フィジカル1つということで、まあ、非常にバランスのいい、監督かなというふうに思いますが、まあ、デメリットとしてはやっぱり、まずイタリアリーグスターズっていうのが現状で今来ている、ガチャしかいないので、
まあ、染めるって言ってもね、一人頭全選手が 2% 強化され、最大 102% で、最大 102% 絶対にできませんからね。そもそも4人しか出てませんから、うん、最大で今のところ 88% しか強化されないということになりますので、まあこれは追撃が必ずあるよということの示唆でもあるのかなというふうに思いますので、まあ追撃に備えてというところなのかな。はい、であとはやっぱトリックスターが今のところほぼいないというところですよね。厳しいことしてきますよね、これ司令塔とトリックスターということなので、まあ、司令塔も今回のガチャで来ている類交差取っていくしかないのかなってところもありますし、まあ監督バフはカウンター史上最高、ただ監督アビリティは微妙で、組みやすさはまあ皆無、まあ組めないです、組めないです今。だからこのトリックスターがいない段階で、デリペロサブで、サブポジで使って、来週の SWCC 戦うのかってなってくると、この監督は使わないんじゃないかな、ほとんどのコーナーがって思いますね。でだからこそ、まあ期待するのはこのカペール監督かな、多分再来週登場するこのカペール監督に期待かなっていうところですね。ここでまあしっかりとデルピエロとかその辺がうまく使えて、あとは追撃でどういう選手が来るのかっていうところですね。まあこれを考えるとカペールが来なかったとしてもですね、新トリックスターのセリエ A の、レジェンドが追加される可能性は高いので、まあ、そうなるとまたもやデルピエロが再登場、もしくはトリックスターですよね。まあロベルト・バッチョってところもなくはないのかなと思いますが、その辺とか、まあとりあえずセリアの胸熱な、ガチャが続く可能性が高いので、まあ、この辺はどうなるんだろうなというところで、トリックスター楽しみなところかなとは思いますね。まあさらに言うと、ここかハードマーカーも出てないのかな。ハードマーカーも直近で強いカウンターは出てませんので、まあここも最近で言うとキンペンベ中央突破引っ張ってきたりとか、になってくるのかな。そうですね、難しいですね、この監督組むのは。現状は今来てるガチャ全部制覇したとして、組めないっていうねところが、まあ非常に微妙な感じで、運営さんやってきたなというふうに思いますね。はい、ではまあこの辺でちょっとアクエッティは終わろうかな。正直ちょっとがっかり、なんかすごいが最近ちょっとがっかりですね。ポチェッティーノも中途半端に終わって、組み立てサイドバックも出さないままですし、まあ僕はいいですよ、メンディータ作ってるから。でもほとんどオーナーさんあのスペインガチャ引いてませんから、っていう意味で言うと、まあ、非常にちょっとなんか中途半端な、監督、中途半端なガチャが続いてしまってるような気がしますね。まあでもこれぐらい歯抜けにしてった方が頭使うし、いろんな選手を持ってる、オーナーさんの、まあ、手腕がつかがこういろいろと使えて、まあ面白いのかなというふうには思ったりもしますけど、まあでもね、やっぱりね、デルピエロっていう圧倒的なあの選手を出しておいて、それをねサブ適正でしか使わせないっていう、ここがまあまず間違いなく2週間後の、追撃はトリックスターがメインなんだろうなっていうのは見えますよね。もうそこで収益を多分期待してるんだろうなっていう、だからここは出してないし、デルピエロも使わせないよって、新しいすごいトリックスター出すからデリペロ持ってる人もそっち引いてねみたいな。まあバッチョかな、バッチョ来るんじゃないって思いますけどね。はい、っていうことでですね、まあそうなってくるとトリックスター、バッチョ、デリペロ、トリックスター2人使うのか、待って、トリックそうだよね、2人使うのかってなったりとかね、難しいね。いやー、なんかすごい微妙なことしてきましたよね。まあでも分かんないですよ、デルピエロをサブで使ったとしても、このシュート、パスタックル、パスカット、スピードめっちゃ強い可能性もあるんで、
まあ、これは作ってみてっていうところかなというふうに思います。はい。で、まあ、CCT はいつもの通りなので、まあ、ちょっとこれは割愛しますね。はい。で、SWCC のエントリーが始まっておりますので忘れずにしていきましょう。僕はいつものごとくダイヤモンドディビジョンでやっていきたいなというふうに思います。まあもう目指すは優勝かな、優勝を目指して頑張っていきたいなというふうに思います。はい。で、まあ日程も変わらないですね。何も変わらないです。で、まあ、期待してた方もいるかもしれませんけど、トロフィー交換選手の追加は来週です。はい、来週追加になります。まあ先月が、まあなぜか1週早く、エントリータイミングでの登場でしたけど、元に戻りましたね。なんで SWCC の開催とともに、新しいトロフィー交換選手が追加されるという形になりそうです。おそらくパリサンジェルマンになるかなというふうに思いますが、まあ運営さんのことだからもしかしたらイタリア、リーグスターズ、イタリアリーグスターズかの可能性もあるのかなというふうに思います。まあどっちかだと思いますね。ポジェッティのようなのか、それか、イタリアリーグようなのかっていうところだと思います。はいはい。ということで、続いてこちらのガチャやっていきたいんですけども、まあいつものごとくアップデ解説前半この辺で終わりたいかなというふうに思います。この後ですね、しっかりとガチャの選手の解説考察していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで、まあ皆さんどう思いますか、このカペール来るのかなとか、アクエッティ強いのかなとか、組みにくいなとかね。まあ制限戦のオーナーさんだったらちょうどいいのかもしれないですね。その組めないところに、星4選手とか持ってきて数値落として、でもね後半そこ上げられないですもんね。バック上げができないんで厳しいなというふうにも思いますけど、はい。ということで、前半戦この辺で終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。The cold nights just don't feel the same. Oh.